私はゲームが苦手だ。運動神経が全くないのに比例するかのように、戦ったり進み抜いたりするゲームは全然前に進むことができなくって、普段は一人で遊べるパズルゲームとか育成ゲームで可愛いキャラクターに癒されている。しかしそんな私のところにも挑戦状が届いてしまった。 YouTuber の皆さんへ。この度ずっと実況向きなゲームを作ってみました。ワンの冒険というアプリです。何らかのキャラをステージに入れてみたよ。作ってみて難しいかもと不安になるくらい、ぜひプレイしてみてください。最初のステージは5分でクリアできればいい方ですよ。その後はもうクリアできるだけで大したもんです。クリアできたらタイムを教えてね。カマダマンより。カマダマンからの手紙とあっては逆らうことができないので、ゲームをやることにしよう。できない、できない、できない。理不尽なほど難しいので、指令を無視して私は自分のグッズを紹介することにする。私が今使ってるこの iPhone ケース、ついにウームからクマミキグッズが販売されたのです。可愛かろう可愛かろう可愛かろうこのキャラクター。そして私が着てるこの T シャツ、可愛かろう可愛かろう可愛かろう。ユニセックスの SML 展開、そしてみんなが着やすいように白黒カラーで作ってみた。ぜひセットで持ってほしい。ゲームはもう諦めた。グッズもゲームも詳細は動画概要欄をチェック。それでは皆さん、また明日。バイバイ。